道徳の系譜学。ニーチェ。前回の続きからです。それでは私たちが検討している事例はどうだろうか。彼ら現代における否定者にして、違反者たち。知的な清廉さという一点に関しては。 決して譲ることのない者たち我らの時代の名誉ともいえるこの厳しく厳密で真面目で英雄的な精神これら全ての青ざめた無神論者反キリスト者インモラリストニヒリスト外議論者エポケ精神の消耗性疾患者これら全ての認識の 究極の理想主義者たちこそが今日は知的な良心を宿し体現している唯一の類型であるのだろうか彼らは自分では禁欲的な理想からは可能な限り遠く離れていると信じているのだこの自由な極めて自由な精神たちはしかし私は彼らが自分では見ることのできないものを示してやろう 彼らはあまりに近くにいるので見えないのだ。禁欲的な理想はまさに彼らの理想でもあるのだ。おそらく他の誰でもなくまさに彼らこそが今日においてこの理想を表現しているのだ。彼らはこの理想の最も精神的な産物なのであり最前線に送り出された戦闘隊であり石膏隊である。 この理想の最も危険で繊細で捉えがたい誘惑の形式なのだ。もしも私が謎解きをするとしたら私は次の命題を示すだろう。彼らはまだまだ自由な精神とは言い難い。というのは彼らはまだ真理というものを信じているからである。キリスト教の十一軍の兵士たちはオリエントにおいて 不屈の暗殺者の結社にあの卓越した意味での自由精神の結社に出会ったことがあるこの結社の最下位の者たちですら西洋のいかなる修道院も太刀打ちしえないほどの服従の生活を送っていたのであるそしてこの結社の最上位の者たちだけにシンボルと割符の言葉が秘伝として伝えられていた その秘伝の言葉は真なるものはない、すべてのことは許されているというものだった。そしてキリスト教の十字軍の兵士たちは何らかの方法でこの言葉についてのヒントを手に入れたに違いない。まことにこの言葉こそは精神の自由を示すものだった。これによって真理そのものに対しては、 信仰が無効なものであることが通告されたのである。かつてヨーロッパの自由精神が、キリスト教的な自由精神が、この命題に、その迷宮のような気結に迷い込んだことがあるだろうか、この動物に住む怪物のミノタウルスを、かつて目の当たりにしたことがあるだろうか、私はそれは疑問だと思う。 はっきり言えばそうではないことを私は知っているのであるある一点に関しては決して譲ることのないこのいわゆる自由な精神ほどにかの意味での自由と解放から縁遠,遠いものはないのだ彼らはその他の点についてはそれほど拘束されていないとしてもある一点すなわち心理への信仰においてだけは誰よりも強く 無条件に拘束されているるのである私はこうした全てのことをおそらくごく身近な問題として熟知しているのだこの拘束から生まれたのは例えばこうした真理への信仰によって義務付けられたあの尊敬すべき哲学者の節度であるまた肯定することと同じように否定することも自らに厳しく禁じる知的なストア主義である 厳然ととした事実のの前には立ち止まろうとするるああ意欲である現代のフランスの学問に見られる小さな事実を重視する「宿名主義」である私はこれを「小さな宿名主義」と呼んでいるフランスの学問はこの宿名主義によってドイツの学問に対して道徳的な優越を感じようとしているのである。 そしてあらゆる種類の解釈を断念しようとする試みである。恣意的な解釈や修正や短縮や省略や補足や虚構や捏造することを断念し、さらに解釈の本質に属するすべてのものを断念しようとする試みである。全体としてはこれらのものは、有得なものが示す禁欲主義の表れであり、 感能性の否定でもあるこれらは基本的にこの「官能性の否定」のさまざまな表れの一つなのであるしかし彼らをこのように禁欲主義へと強制するものはかの真理への無条件な意思でありこれは実は禁欲的な理想そのものへの信仰に他ならないのであるたとえそれが禁欲的な理想の 無意識的な命令だったとしてもであるこれについて思い違いをしてはならないこれは一つの刑事上学的な価値への信仰であり真理そのものの持つ価値への信仰でありこの価値は禁欲的な理想のうちでしか保証されず確認されないものなのであるこの価値は禁欲的な理想と共に立ち この理想とともに倒れるのだ。厳密な意味では前提なき学問などというものは存在しない。このような考え方はそもそも不可能なものであり、論理に反するものである。まず一つの哲学があり、一つの信仰が存在していなければならない。そしてこの哲学や信仰から学問は一つの方向を、一つの意味を、 一つの限界を、一つの方法を存在する権利を獲得するのであるこれを反対の方向で考えようとする人例えば哲学を厳密な学問的な土台のもとに基礎づけようとする人は哲学だけでなく真理そのものも逆立ちさせねばならないこれは各もごとき2人の女性哲学と真理に対する最大の比例ではあるまいか。 そうなのだ。そこに疑問の余地はないのだ。これについて私の著書「喜ばしき知恵」から引用しよう。第5章断章344「学問への信仰が前提とするのは徹底的で究極の意味での誠実なる人間である。この誠実なる人間は生自然歴史とは異なる。 別の世界をそれによって肯定するそしてこの人間が別なる世界を肯定する時さてどうなるだろうか彼は当然ながらその反対のものすなわちこの世界を私たちのこの世界を否定せざるを得ないのではないだろうか私たちの学問に対する信仰もやはり一つの形事上学的な信仰に依拠しているのである。 我ら神なき者我ら刑事情学を否定する者たちも数千年に及ぶ古き信仰によってともされたあの炎から私たちの火をとっているのだこの炎は神は真理であり真理は神的なものであるというキリスト教の信仰でありこれはプラトンの信仰でもあったのである。 しかしそれがもはや信じるに足るものではなくなりいかなるものも神的なものではないことが明らかになったとしたらそれが誤尾であり盲目であり嘘であることが明らかになったとしたらどうなるだろうか神そのものが私たちの古くからの嘘であることが明らかになったとしたらどうなるだろうか ここで立ち止まってじっくりと考えてみる必要があるだろう学問そのものは常に根拠づけを必要としているしかしこれは学問に根拠があるということを主張するものではあってはならないこの問題に照らして古今の哲学者たちを吟味してみるがよい彼らのうちの誰であっても真理への意思そのものがどれほどに根拠づけを必要とするものであるかということについて 十分に意識したものはいないなのであるここに全ての哲学の欠陥がある。しかしそれはどうして生まれたのだろうかそれはこれまで全ての哲学を禁欲的な理想が支配してきたからである。存在として、神として、最上位の心境としての真理が信じられてきたからである。哲学が真理そのものを問題とすることが、 許されななかかったらのであるこの「許されなかった」という言葉の意味を理解していただけるだろうか。禁欲的な理想が抱く神への信仰が否定された瞬間から新しい問題が誕生するのである。それは真理の持つ価値とはどのようなものかという問題である。真理への意思には批判が必要なのだ。 ここで私たちの課題を定めておこう試しに一度は真理の価値を問題として提起することが必要なのだこれがあまりにも簡略すぎる表現だと思われる読者は喜ばしき知恵の「私たちはどこまで経験なのか」というあの説の全体を読まれたい「断書344」「同書の第5章の全体と」 6行の序文も読んでいただければ何よりである。25. 学者と禁欲的な理想否、私が禁欲的な理想にとって最も自然な敵を探しているときに、私が禁欲的な理想と反対の理想を表現している意思はどこにあるかと問うているときに、 学問のことを持ち出さないでいただきたいのだ。そのような反対の理想のようなものになるには学問はまだ十分に自立していないのである。学問はあらゆる点においてまず一つの価値の理想を価値を作り出してくれる権力を必要としているのでありこの権力に奉仕することで科学は初めて自らを信じることができるのである。 学問は自ら価値を創造することができないのだ学問と金欲的な理想との関係は敵対的なものでは全くない学問は実質的に金欲的な理想の内的な構築を推進する力となっているのである学問は金欲的な理想に意義を唱えこの理想と戦っているように見えるか詳しく調べてみると それは禁欲的な理想そのものに向けられたものではなくその理想の出場に衣装に仮面劇に向けられたものであることその理想が時折降下し木のように硬張り強情的なものとなることに向けられたものであることがわかるのである学問は禁欲的な理想の外面的な要素を否定することによって この理想の内なる生命を再び自由なものとするのであるこの2つのもの学問と禁欲的な理想のどちらも同じ基盤の上に立っているのだこのことはすでに暗示しておいたどちらも真理というものの価値の過大な評価に依拠しているのであるさらに正確に表現すると真理を評価することはできないし 真理を批判することもできないという同じ信念に依拠しているのであるすなわちこの二つは必然的に同盟関係にあるのだだからこれら両者は攻撃されたときには一緒に攻撃され問題とされるときには一緒に問題とされるしかないのだ禁欲的な理想の価値評価を実行することは不可否的に 学問の価値評価を実行することになる。これについては、時を互いずに目を見開き、耳をそば立てるがよい。